ジェイソン・モンガーさんと私をね、ロシアビーキのね、あいつらはマルクス主義者だってね、で、赤軍派だったんですけど、ただ、プーチンの今の、凄さっていうのは私は認めてますけどね、リアルポリティクスの問題として。これ、こういうふうにみんな騙されてると見るか、ぜひね、問題提起をしたいと。ある視聴者から、私のところに、岸田首相と一緒に君が歌いたくないというね。で、プーチンが、会場で歌ってる映像があるんです。これちょっと、見ていただいてどう考えるか感想を聞いてみたいと思うんですけどね。Дорогие друзья, я приветствую всех вас, всех, кто собрался сегодня в Лужниках. Это уже не лужа, как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые Лужники, которыми мы гордимся. Всех приветствую, кто собрался здесь на митинг за сильную Россию. Но хочу поприветствовать не только тех, кто в центре Москвы сегодня находится. Всех наших сторонников на всей территории нашей огромной страны. А таких людей очень много. Это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы. И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо. Потому что вместе мы команда. Мы команда, да? У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети. И будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? За нас и кроме нас этого не сделает ни... Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? Дорогие друзья, здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. И мы все видели, помним. Как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша чемпионата, после выигрыша медалей Олимпиады, пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна. Мы сделаем это, да? Поехали! Россия!
большое всем за поддержку. Храни вас Господь. はい、これあのロシア国歌なんですけどね、あのこの表情の中になぜこれだけ制裁を受けてね、あのロシアがしぶとく、ね、戦ってるかっていうのは、あれを岸田さんに置き換えてもらうと、あそこでね「君が代」を歌ってる岸田さんってイメージしてもらうと分かると思いますけどもね、あのそういう意味で の我々がメディアがなかなか伝えないね問題で言うと、これをナチスドイツと同じだと、あれはヒトラーだっていうね言い方でメディアはやってきましたけど、あのそこのところをよくね、あの見ていただきたいっていう、ね、気がします。あの、まあ、人々の表情を含めてね、あの多分大統領選のねあれじゃないかなと思いますけどね、あの自分で歌ってるっていうのが、ね、これちょっとねあのすごいんですけどね、あの歌は実はですね、ソ連国歌をあの変えたんです一回ね。そしてまたメロディーがはすごいから、歌詞は今みたいに自分の素晴らしい祖国みたいなね形で歌詞を変えて、今あのいかにもロシア民謡風のねロシアメロディーなんですけど、で我々の国は本当に君が代というものを持ってますけども、あの国歌というのはこういう形であのみんながまとまるね中になってるっていうね、こういう姿はね、ロシアがあの単なる強引なあの先制政治でね国民がねこうやられてるっていうイメージのところではちょっと違和感をね感じるものじゃないかなと、ちょっと違うことが今世界の中で実は起こりつつあるかもしれない、あれはプロパガンダ映像だと、まあ、いうようなことも含めてですね、ちょっとね、考えてもらいたいと、 あえていろんなご批判というか、あのロシア嫌いの人たちもいると思うんでやってみましたけどね、あのちょっと、まあ、一言ずつ感想を聞きたいと思いますけどね。まず、プーチン大統領の演説は大体私たちが凱旋で言ってるようなことと同じですし、はい、その後国歌を歌うのも私たちの凱旋と、あの一緒ですよね。だから、はい、まあ、私たちが日本に押し替えた時に同じような思いのことをやっておられると、今回の再選した時の選挙では欧米からの監視団が入って 87% の支持率で 再選してるわけですよね。欧米からの監視入ってるってことは、まあ、公正な選挙してもやっぱり 87% も取っちゃったっていうことですから、マスメディアの誘導とかそういうことではなくて、やっぱりあの国民があの支持してるし、あの様子を見た感じでも国民と一体化してやってるということだと思います。水島代表のことを左翼っていうか共産主義者みたいに言ったっていうことは全くなんか歴史が分かってなくて、要はまあ旧ロシア帝国がロシア革命で乗っ取られたわけですよね。でソ連っていうのは要するにあのロシア人が国を乗っ取られてた時代であったと、グローバリストにですね、KGB にいたプーチンさんは、まあ、それをじっと見ていて、長い年月をかけてあの本当にロシア的な、考えに基づいて、国を取り戻していった、長い年月をかけてやってきたっていうのが今の、先ほど あの画像に非常に集約されていると思いますので、まあ、水島代表に対する批判にしても全くロシアに対する批判にしても全くその的を得ていないあの批判だなというのがあの、まあ、率直な感想です。もうこれを見た時に明らかに我が国は本当に敗戦国なんだなと、歴代の総理大臣がこうしてオリンピックも万博もいろいろあったでしょうに、まあ、今もましてや国威発揚のためにお金をかけて、たくさんのお金をかけて万博するって言って、チケットが売れないだのなんだの問題になってるのに、この時に、岸田総理がこういうことをやってくれたら、あ、やっぱりそうか、じゃあ日本のために頑張ろうみたいな、やっぱりなると思うんですよ、一体になってね、ちょっと景気が悪いけどもって。安倍さんの時はほらマリオになってね、あのオリンピック盛り上げてくれたじゃないですか。でもまあ今こうして思い出したら、歴代の総理はやっぱり国歌歌わないし、あの国旗と遠いところにいらっしゃるんだなと思って、本当にずっと我が国が低迷を続けてるっていうのか、いつまでもね、敗戦国である
このイメージが抜けないのは、うん、世界に対してもやっぱり頭上げられないのはここなんだなと、うん、総理大臣のイメージアップ作りすら やらないっていうのか、うん、もう総理大臣が負けてるっていうんですかね、うん、そこすら戦わないというか、うん、国民のためにでもう岸田総理に至っては、うん、テレビに出てくる時ってもう税金の話しかしないって感じで、うん、本当にそれを思うとますますちょっと心が重くなってくるなと思います、うん、これ我々のねのに置き換えてくれればいいと思います。国歌君が代みんなで歌う、首相自らマイクをしっかり取って声出してね歌う姿っていうね、こういうことやったらこれ危険な全体主義として言われるんでしょうかね。今岩崎さんの言葉でねしみじみちょっとねそう思うわけです。これ我々もうちょっとできるだけ客観的にね見たいと思います。どうですか音楽家として、はい、歌で久しぶりに泣きました。あ そうだけどある種の力があるんですよ。これはもうナチスドイツだって思う人はそう思うでしょう。ただ歌ってる人たちとかあれを見るとね本当にそうかなっていうのがねよく分かるんじゃないかなと思います。だけどフランスでも国歌を歌うし日本だけなんですよおかしいのは。だから本当は本当にみんなで武道館であれやらなきゃいけないんです、8月15日でもなんでもね岸田が歌ってもらいたくないけど歌ってみたらだいぶ違うと思いますよ。もうちょっと人気出るかもしれないですよ、出てもらいたくないけどね。